こんにちは。時計メガネアクセサリーリコードでございます。今回はですね、白内障の、手術されますとですね、眼内レンズを、入れることになります。そのことで、眩しさを訴える方が結構いらっしゃるんですよね。その眩しさ軽減にはですね、そのホヤのキャリアカラーがおすすめでございますので、そのことについてちょっとお話したいと思います。術後の眩しさっていうのは結構聞く話なんですよね。ホヤからね、毎月こういうホヤ通信に来ましてですね、これ結構手書きでこういろんな情報を書いたものを送ってくれるんですね。その中で今回その白内障の眼内レンズが公的医療、保険適用になるのは一応単焦点眼内レンズと一部の遠近量もあるんですよね、一応ね。多焦点眼、いろんな種類あるんですけどね、そのどのタイプの、その眼内レンズ使ってるかということによって、またそのお客様のね、こうなんていうんですかね、見え方の不満とか、そういうその距離感の感じとか、そういうのがちょっとは違う出てくると思うんだけど、それともう一つ一番あれですね、眩しさなんですよね。特に運転する方はね、ヘッドライトの、夜のヘッドライトが、例えばこういうハローとかグレアっていうんですけど、こういうちょっと難しい言葉なんですけど、こういうあれですね、こうな眩しいっていうより、そのこう幻惑みたいな感じなんですよね。こうもわっとして、こう物がはっきりこう見えない感じになっちゃう。であとこうギラギラして、そのあれですね、そういうヘッドライトがギラギラして、本当にこう目にこうすごくこう刺さるような感じの見え方、そういう場合はこのホヤのね、キャリアカラー、私も使ってるんです、実は。運転用にですね、車に積んでるんですけど、夜の運転、私はね、私こっち使ってるんですよね。MSY15%、特にこの手術した方はね、この 25% がおすすめですね、これね。これは非常にですね、夜間の運転も全く問題ないですからね。そういう夜間運転の用のキャリアカラーということで、一番おすすめのこのカラーでございますので、こういう見え方を軽減してくれる、そういうホヤのキャリアカラーレンズですね。いずれにしましても、こういう何ですかね、昼間もやっぱり眩しいってやっぱありますね。特にこう雪降った後とか、そういう時なんか特に眩しさが本当にこう感じるっていうか、感じやすいっていうか、そういうことでございますので、どうかよろしくお願い申し上げます。